眠れないあなたのための安眠トーク、今回も安眠研究家の堀田先生を招きして皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いや、視聴者の方からですね、暑いで、はいはい、ないない暑いなと思って、暑い、本当暑い。てかこの部屋暑くないですか、ちょっと。でこの、いや全然でも室内は OK、 OK、 もう本当に外が、うん、そう、もう文明の利器、文明の利器によって自然の、発している危険信号を人類はもう本当に無頓着すぎる、うんうん、ものすごい今ね、危険信号が、この間まで、イエローカードだったんですけど、ね、いよいよ点滅し始めたんですよ。もうこれはまあね、イエローカードだったんだけど、いよいよレッドカードとかだったら分かるけど、点滅し始めたって。いや、点滅し始めたら次レッドカードになるよっていう信号が出始めたんですよ、そのカードが。はい、うん、私はほら、占いやってるでしょ。だからもう先にトランプ占いね。だからそういうカードもね、出てるんです、結構いろいろと。もうそろそろ。そうなんだ。そう。やばいよっていうのね。で、この暑さをみんな暑いわね、最近暑いわね、とかって、なんか、まるで暑さ自慢みたいなことやってるけど。いやいや、誰も自慢はしてないですよ。いや、してる。してます?してる、してる。あそこ、あの地方は、35度まで行ったんだってよ。7月よ、つって。いや、こっちなんかもう36度8分よ、つって。いや、そういえば、あそこは、38度まで行ったんだよ。確かに、視聴者の方も自慢してる方いましたね。いや、もう本当、もうそのね、暑さ自慢、そんな喜んで言ってる場合じゃないよ、確かにそうだ。もうその、私なんかね、もうね、温度の話してる時はね、もうまるで、人間ドック行ってポリープ、悪性のポリープが見つかったかのような心境ですもん。しまったっつって。最悪じゃないですか、そんなの。いや、本当にね、7月でそれは今までない、はい、ないのよ。で、今年はね、特に私がね、一番危険だなと思ってるのは、セミが鳴かない。ね、確かに。で、いやいや、これからよって、まだ7月だもんって言うんだけど、いや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 、あのね、7月でも泣くときは泣くのね。で、セミがそもそもなんで泣かないかっていうとね、地面の中でもし暑すぎて、私が出る幕はないなっていうわけですよ。セミが暑すぎて、暑すぎて、暑すぎるとね、セミ泣かないんですよ。あのね、これ本当の話で、本当に暑すぎるとセミってね、出てこないの。なんでそういう無益な嘘をつくんですか。いやいや、ほん、いや、嘘じゃないですよ。あのね、まずセミっていうのは、日本の四季の中で、季節がちゃんとしっかり、3ヶ月ごとにしっかりある国じゃないとセミ鳴かないですよ。赤道直下の国でセミが鳴いたって聞いたことあります?ない。ないでしょ?赤道直下でもう、もう年から年中常夏の国でセミなんか鳴かないの。ハワイでセミ鳴いてますか?鳴かないでしょ?はい、そう、セミってそういうもんなんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです。あ、地域とかじゃないんだ。あ、違う違う違う。温度なんだ。そうです。だから去年鳴いたセミは、もし、かしたら、もうね、日本最後のセミだったかもね。去年鳴いた。去年のミンミンはね、で、今年はもう鳴かないかなって私は踏んでいる。そっか。もちろんね、間違えて出てきちゃったセミが、多少はね、ミーンぐらいは言うかもしれないですよ。うん。ミーン。あれこれセミかつって。いやミーンつってね。そう。そんなもんです。で、私ね、この間ね、土掘り返したのおかしいなと思ってね。私もこれ研究員ですから。やばいな、この調子だとセミ鳴かないんじゃないかなつって。ういさうとめつって。じゃあセミ、今年鳴いた時聞いたことあるかつって。いや、まあ、山崎さんみたいなこと言うわけですよ。いや、それはまだでしょと言うわけですよ。いやいや、これね、まだ泣かないとかそういうものじゃないね、これ。つって。地面の中で死んでるよ、これ。うん。いや、本当ですかつって。うん。ちょっとお前、掘ってみつって。わかりましたつってね、掘り起こしたら。あ、先生、セミが、おい、どうしたつって。まだね、幼虫なのに腐ってますって感じ。うん、やはりそうか、つって、ね、もうね、至るところセミの幼虫の状態の死骸だらけ。あ、そう。
いや、一部はサナギになってました。でもサナギでももう力すぎて、もうね、上がれないのね。うん。そうなんだ。ほいで、よく見たのね、そしたらね、それね、去年出る予定だったセミだったの。今年出る予定じゃないの。去年出る予定のやつが去年暑すぎて、で、今年やめようって言ったセミが今年も出れなかったっていう。ちょっと、なんでそれが去年のだったとかってわかるんですか、セミ先生。まあ、あれですよ。地層を調べれば分かりますよ。埋まってる高さです。地層そうそう、高さね。セミの、この、埋まってる、うん。うん、地層で分かりますよ。大体何年の。これは何年ぐらいに埋まってるんだろうなって。大体分かります。まあ、そっか。うん。そこは深掘りしないで。いや、深掘りして結構。深掘りしてください。いやいや、ほんとに。あ、そう。なぜ深掘り？じゃあ、何センチ以下だったらどうかとかって説明してもらっていいですかね。何センチ以下だったら去年で、何センチ以上だったら今年でとかそういうやつ。はいはい。すぐそうやって何センチって言うでしょ？何センチじゃないのね。うん、あのね、地層を調べるときに一番重要なのは、うん、実際土っていうものの上に乗っかっている葉っぱなのね。この葉っぱがいつぐらいの葉っぱな、まあ、葉っぱって腐るとさ、うん、知ってる？腐葉土ってんの。知ってる？まあ、知ってる？はい、知ってます。そう、腐葉土で分かるの。これ今年の腐葉土か、去年の腐葉土か。だから地層っていうと厳密に言うと、その今年の腐葉土なのか、去年の腐葉土なのかで大体、その去年の腐葉土の下に埋まってたら、当然それは誰が見たって、保育園の人でも分かるわ。去年の。移動する可能性だって。いや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 。幼虫だって移動するでしょう。下行ったり上行ったり。うん、なあね、まあ、ここまでこんなね、暑いのに熱く語る必要は全然ないんだけれども、あのね、移動できずに死んだことがわかるのね。そうなんだ。うん。見る人が見れば。あ、そう。アミケクガですよ。そうかそうか。うん。あれ、まあ、だからとにかくね、うん、今年はね、ちょっとね、セミ、いや、日本にセミいなくなるかもね。日本の、この間もお話ししたけど、この話って全然、安眠と全然関係ないから、うん、あんまり長引かせたら皆さんに失礼だ。確かに確かに。だけど重要な話だ。はいはい、だからね、私あえて言いたい。はい、もう本当にね、これ人類そろそろ終わりだよ。ただ、それを包み隠すように文明の利器というものが人類を生暗化しちゃってるのね。うん、平成を装わせちゃってるわけよ、うんうん、どんなに暑くたって、うん、外出ないでください危険ですからねとしか言わないの、うんうんねうん、いや要はもうこれ危険信号ですよなんとかしなきゃいけないねっていう人一人もいないのとにかく保身のことばっかり、うんうん、エアコンがある部屋に避難してくださいね、うんうん、そんなの焼け石に水、うんうん傷口にバンドエイドいや結構ちゃんと応急処置できてるじゃないですか。まあ応急処置しかできてない。いや違うちゃんとした理学療養はできてないね。根本的なことは治んないね。そしたらもう来年はもっと上がりますよ。まもう来年は来年再来年はもっとこの気温が40度50度。うん、うん、湿度いや一番危険なのは湿度ですから。うん。うん今年の湿度の、もうね、変な話、気温よりも一番恐れない湿度です。そうなんですか？うん、湿度がどんどん上がります。湿度が上がるということは、雨の量が増えます。雨の量が増えるということは、水の量が増えます。洪水。これも日本では当たり前のようにこれから起きてきますよ。うん。でも、どん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 湿度があって、もうそのうち湿度 100% の中でみんな生きていく状態になります。もう湿度 100% の状態って言ったらね、あれですよ。山崎さん、今日はヘアスタイルがいいのやべやべ。素敵なヘアスタイルだね。湿度 100% 別に水中に入っちゃうわけじゃないから、うん。こんな感じですから。あそうなんだ、うん。そうかそうか。はい、あまあだからちょっとね、恐ろしいなって私は。でもすごい一番興味深いのは、私たちこの今喋ってるのもいつ流れるか分かんないじゃないですか。うん、うん。ね、うん。いつアップされるか分かんないじゃないですか。アップした日の夜とかに、うん、めっちゃうるさくセミ鳴いてたら超ウケんなと。だから保険というか、さっき言ったように、稀に出てきちゃうセミは多少はいるかもしれないという保険をさっきかけといたんですよ。なるほどね、うん。そういうふうに言うかと思って、そういうふうにな現象が起きるかと思って先に保険をかけといたんです。いやそれがもう大合唱だったらすごいウケますね。
大学賞か、それは大学賞に聞こえるかもかしれませんよ。その地域によっては。あ、いや、明らかに減ってるんですから。セミの量は本当に、うん、一昨年前と去年全然違うんですよ、セミの量が。あ、そうなんだ、うん、まあでも確かにね、熊の時も私たち全然信用してませんでしたからね、私と関谷さんね。これもしかしたらまたセミが減ってるなんていうニュースがそのうち出てくるかもしれないですね。うん、まあまあセミだけじゃないんですよ。だから一つ例としてセミの話は出しましたけど、うん、あの植物なんかもね、うん、もう本当にね、日本の植物どんどん消えてますよ、うん、日本古来からある植物消えて、どんどん消えてます、うん、その代わり増えてるのが南国の植物がどんどん増えてます、うん、もうそこら中全部シダ、もう本当にね、空き地なんてあんま今ないけど、うん、その空き地の中に雑草たくさん生えるでしょ、うん、昔はね、まだねタンポポだったりとか、うん、あったじゃないですか、うん、もう今タンポポ減ってんですよ、実際。実際そう思います、ね、30年前から比べるとタンポポがね10分の1に減ってるんですって。タンポポはね、あのね、減ってるんです。いや大丈夫大丈夫ですか、うん、そっかそっか、はい、ね、もうほとんどシダだからね。あ、そう、シダ草、うん、これは本当やばいよ。やばいっすね、うん、それはね、うん、そっか、うん、最初にね、はい、あれなんですよ、ちょっと結構すごいコメントたくさんいただいてて、うん、紹介したいな、紹介したいなっていうのが結構溜まってるんですよ、うん、で溜まっててなかなか喋れなかったのが、はい、UFO ネタ、うん、UFO 目撃情報がねもう続々と寄せられてます。あ、そうですか、うん、紹介していいですか。もう増えましたよ、 UFO も。今年は UFO は増えたんだ。増えます、どんどん増えます、これ。そうなんだ、うんうんうん、UFO 目撃情報も当たり前のように出てくると思いますよ。あ、そうなんだ、うん、もうそのうちコンビニよりも増えるんじゃないですか、 UFO。 コンビニの量、日本全国のコンビニの量よりも増えるんじゃないですか。よくコンビニの量比較されますけど別に UFO と比較はしなくてもいいじゃないですかね、うん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 、まあ、当たり前のように。あ、そうなんだ、出ますよ。うん、セミの量より UFO の方が多いんじゃないですか。そんなですか、うん、むしろ逆に言うとそのうちあれですよ、あと10年もすればセミ見ましたよっつって、えっつって、でセミって何なの、宇宙人なのみたいな時代来ますよ、これ。 うん、それはないんじゃないですか、ね、もう今年も UFO だ UFO だっつって、イーロン・マスクの人工衛星か UFO かのどっちかですよ。イーロン・マスクの人工衛星って何ですか。イーロン・マスクの人工衛星っていうのはもうこれから当たり前に多分、うん、今まであのほら携帯キャリアがね、うん、いろんなところに電波塔を立てたのが地上に立ててももうしょうがないんですよ。これからもいろいろ、うん、あのまあ具体的にはちょっと、うん、ここはまあ P 入れてくださいね、うん、あのまあ変な話とかとかそういったところからなんて笑ってる、あのいろいろね警鐘が鳴らされてる、あんまりここはね触れてはいけないですよいけないとこなんだけど、あ、確かにまずいですね。いや、本当ね、それ言われると本当消されちゃうから、ね、消されちゃう、ここはピー入れてもらわないといけないだけど、あのね、この地上波の、地上波じゃない、5G とか言ってるでしょ、はい、携帯 5G、5G になったらダウンロードがすごい速くなりますって、夢のようだねって散々言われたけど、はい、5G の時代が来たところで、はい、実際 5G の恩恵受けてる人って一人もいないんですよ。ああ、確かに確かに。これは、変な話、携帯キャリアが実際のところ、うん、嘘ついてた。うん。うん。うん。これは変な話、本当は伏線なんですよ。5、6、5、7、っていうのが本格的です。ただそれは今の地球上では地上の電波塔じゃできないことなんですよ。 6G ね、 6G なんて言いました、 5-6 って言いました失礼しました、はい、うん、そうそう、うん、でそれはあれ、そこは P 入れてくださいそれでね、それをイーロン・マスクはやっぱりね、もういち早くそれさ分かってて、うん、うん、あ、これじゃ電波塔とかじゃらち開かない、地上じゃらち開かないって、うん、衛星打ち上げようっつって小型の人工衛星、うん、そっから Wi-Fi を飛ばすわけですよ、一気に。うん、掃除でもしないと追いつかないです、うん、あ、そうなんだ、うん、もう変な話、今までの地球とはわけが違うんですよ、うん、
いろんな邪魔なせあの宇宙船っていうものがね、うん、光ですね、これ、うん。これがね、邪魔して、それで 5G なんていうのは地上の電波塔じゃ全然使い物にならないんです。でそんなこともね、だんだん分かってきたんですけど、うん、今、キャリアが、うん、持ってないのね。うん。まあ、ここもちょっと P 入れてほしいんですけど、とか、とか。そういったところがね、もうね、分かってんですよ、先に。うん。そこをやっぱりね、お金持ってる、そういう会社、そういったところじゃないと、まあ、対処できなかった。で今のところ、イーロン・マスクさんだけです。いや、でも、イーロン・マスク以外も、ついてるでしょ。まあ、だけど、それは言わない。うん。もう、関谷さんの仕事が忙しくなるだけだからね。あんまそこの話はね。そうか、そうか、そうか、そうだな。うん。そっか。あ、そんな計画あるんですね、実際にね。うん、いや、もう本当に、で、多分、うん、そのイーロン・マスクの Wi-Fi はもう当たり前のように多分どん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 増えてくると思うし、うん、みんなそっちに乗り換えていくんじゃないですか。うん、なんか視聴者さんのコメントでなんかイーロン・マスクが宇宙人とのハーフなんじゃないかって言ってる人いましたね。いましたよ。へえ、うん。ただまあ可能性としてあるでしょうね。うん。なんかそういう顔してますもんね。うん。実際はね、うん、ユダヤ系の方ですからね、あの人もね。うんそうだ、うん。シガニー・ウィーバーにも似てますよね。そう言われてみる。エイリアンね。あ確かに。ああまあ、エイリアンつながりってちゃなんです。こじつけすぎるけど、ちょっとシガニー・ウィーバーっぽいなと思って見てました。そうか。うん。いやー、そういうことですか、うん。はい。いや、紹介しようと思ったんですけど、結構たくさんあるんですよ。うんうん。それ一個で会ができるぐらい。うん。もう今17分ですし。ああそうですか、うん、これ次回紹介ああいいですよ明日ああそうですかまあね本当にね UFO の話結構私もたくさんまあ言っていい話と言っちゃいけない話結構非常にね今はね気使うようになってきましたけどねああそうです前はね都市伝説で終わってたんですけど、うんうん、今もう都市伝説ではなくなってきてるうん、うん、この人類っていうものと UFO 宇宙人これっていうものをどうこれからはどうやってこう調和していくって生きていくかっていうのはこれからの大きな課題の時代が来るんじゃないですか。なるほどね。うん。だから本当に宇宙人を都市伝説として片付けるっていう時代はじゃあもうないです。なるほどね。うん。どうやって一緒に共存していくかっていう時代はもうそこまで来てるます。はっきり言って。うん。わかりました、ね。じゃあちょっとまた明日紹介させてください。いろいろ。あ、目撃情報。はい。じゃあ先生今日はどうもありがとうございました。はい。おやすみなさい。おやすみなさい。